臨床寺黒白の狐臨床寺延木臨床寺。黒白の狐臨床寺延木は愛知県春日井市殿原町にある臨床寺に伝わる霊言。殿原町の街道の左手に牛伏山臨床寺がある。狭間に住んでいた林正則という人は漁師であった。ある日、いつものように弓矢を持ち山深く入ったが、日が落ちてきたので帰ることにした。日が落ち空は暗くなり、星が まばらに出てきた。迷ってしまった。道の分かれ目もわからない。月が出るのを待つうちに、いつとはなく眠ってしまった。なんとなく、あたりにパッと光が差したので驚いて、目を覚ますと、月が出たのではなく、拳台の赤い火の玉が次第に自分に近づいてくる。なんとも不思議な光ものであった。このようなものを見たのは、初めてだった。きっと狐か狸の仕業だと思い、 弓に矢をつがい放った。矢が火の玉を射抜くと、たちまち火の玉は二つに割れて、次第に灯火のように薄れてしまった。不思議に重いそばへ寄ると、一匹の黒白の狐が矢を口に含んで何かを語るような様子であった。正則は五体のしびれを感じ、ああもったいない、加牛さんの主だったのですか、そうとは知らず、矢を撃ったことをお許しください。 という身を投げ捨てて大地にひれ伏して礼拝すると、不思議なことに、目の前にいた黒白の狐の姿が消えてしまった。これはきっと、下牛さんの主だったのだと考え、頂上に登ってみると、東の隅に一個の石室があった。よく見ると先ほど放った矢と、稲荷大明神の立像だったので、一層確信を、深滅味の中で摂生より重いものはないということを理解し、 このことを縁に今後は決して摂政は姉妹と親善に誓い、その場に弓矢を投げ捨てて礼拝し、月の光を頼りに自分の里に帰った。そして、悟りを得て、なお、関空行こうと改めた。後に、ふと初心のことを思い出し、ゆかりの地であるが牛さんの麓のトライアブに一堂を立てて、薬師如来を安置した。里人たちはこれを聞き、主将なことと食べ物などを与えたので、 正則は喜び念仏三枚に入り、九十二歳で、この世を去った。この夜、不思議なことに、加牛さんに、狐火が現れ、前山を包むがごとき帰還を呈したということである。山の主はなぜ狐なのか。加牛さんを舞台にするのであれば、狐ではなく山の名を冠している、牛の方が適当だと思える。だが牛とは、縁もゆかりもない狐が、山の主になっているのには、 理由がある。元来、狐というのは稲作の神なりとして祀られてきた。その稲荷に沸かされ狩猟を制御としてきた漁師が人生を食い改め仏像に入るというのは狩猟民の農耕民化を表していると考えられる。こういった事柄を隠喩的表現で表すために山の主を狐にしているのだと思われる。大仙圓紀、立山海山紀、熊野権現衰弱紀、 四国霊場記、津川山延記、まま、観音無縁などがある。臨床寺延記は、春日市内の伝説の中でも珍しくないようが、似ている伝説が各地に存在している。各地の延記を比較すると、臨床寺延記は、すべての要素が揃っている、典型例である。また、著名社寺延記と遜色がないことから、おそらく臨床寺の層が著名社寺延記に通じていたと、考えられる。 ありがとうございます。